さあ、三者凡退でいい流れをチームに持ってきて、そのいい流れを受けて一番連ドン、先頭バッタリー出塁して、シャニュエルも繋いで、トラウトの三打席連続勝ち越しスリーラン。ここまで見えました、私には。さあ、次、シャニュエルとトラウトに回るよっていうので、シャニュエルとトラウトのホームランの映像が流れております。いや、連ドンもにも回るけどね。むしろ先頭連ドンですけどね。 あの、AC の CM にも俺、レンドン出ていいと思うんだけどな。ありがとう、うさぎ。がんばれんどん、みたいな。魔法の言葉で楽しい仲間が、レンドドーンって。どうですか、AC ジャパンさん。これバズると思うよ、日本で。わざわざヘイトの対象、AC が選ばん。<laughs> 俺ヘイトの対象とか言われとんの、レンドンって今。許せんな、マジで。ちょ、マジで見返してやって、お、左ピッチャー続投やん。 さあ、レンドン。第4打席、スコット。初球打ち !96 マイルに、やや押され気味の、ライト方向へのファウルボール。めっちゃいいピッチャーなん、このピッチャー。去年70試合投げて、2.33防御率。2球目。うわー、インロー、とてつもないボール。98マイルのストレートが決まる、ツーナッシング。<S <S 追い込まれましたが、レンドンの真骨頂は、ここからツーナッシング。追い込まれてからでも、しっかり、見極めることができるんです、レンドン。さあ、3球目。 投げた。レンドカットカットレンドンいいね。98マイルをカット。98マイルカットってなかなかね、できるゲートじゃないですよ。皆さん、98マイルって何キロか分かりますか ?157 キロぐらい出てるんですよ。そもそも規定ルッテロックス000が連動マッサージ。え、ま、それマジでちょっと待って、4球目。いやー、クソボール、オッケー。しっかり見極めるクソボールは振らないレンドンほんまに規定打席で、OP ス000ってレンドンしかおらんの。マジ ヒックスでも出はしとるからね、フォアボールで。OPS1 割4分ぐらいあった気がする。さあ、レンドン5球目。ワンエンドツー。ファールボール、98マイルをカット。気になるのはね、やっぱちょっと引っ張った打球があんまりないのがね、スプリングトレーニングの時からずっと。全部ね、基本センターから右方向なんですよ、レンドン打球は。今日のでも1打席目はセンターから左方向でいい打球だった。さあが6球目。さあ、見極めるこの左ピッチャー特有の右バッターの何を言ってるんだ、私は。 低めめのイインローーに来るスライダーを見極めましたレンドンちょっと結構大きめに外れてたんで、まあレンドンなら余裕で見逃せるでしょう。さあ、ツーナッシングからツーツーまで来て、次7球目。球数投げさせております、レンドン。レンドンライトへあー、これもファウル。98マイルをライトへファウル。だ、だんだんタイミングが合ってきてるんじゃないですか ?98 マイルにも。7球中6球がストレートで、1球だけスライダー投げとると、このスコットは。さあ、次8球目。ツーナッシングから8球投げさせております、レンドン。 始め。ライトへファールボール。いいよ。レンドンいいよ。来た。レンドン。これ、多分ゾーン入っとるな、レンドン。完全にこれ、ゾーン入ってます。眼光鋭い。めっちゃ集中してる。笑顔ないよ、レンドン今。ガチドン。ガチンドン。スタントンもなんかレンドンっぽいな、よう考えたら。いや、どうでもいい。9球目。あー、サード引っ掛けてファールボール。危ない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 。サードゴロになるとこだった。ただスライダーにもしっかりついていけてます、レンドン。 低めのスライダーでした、今。空振りをしないのか、レンドン、今の。メイヤーのスライダーはね、ちょっと3球三振したけど。なんかあれ、あんまりストレートと、見、見た目変わらん、縦変化の強い高速スライダーだったらしいですよ。ツイッターで見ましたけど。さあ、10球目。レンドン。いけよし止まった止まったナイスインローの空振りをさせるスライダー見逃しました。すごくない ?2 球で追い込まれて、次11球目よ。いや、これレンドンが打って、 勝ってエンゼルス、僕、昼、カツ丼を食べます。球目いやー素晴らしい素晴らしい選球眼を見せましたインローの97マイル見逃して、先頭打者出塁おめでとうんん、レンドンはい、規定でオピース000レンドンだけとかいうの嘘はい、嘘やりました。いや、これは内容しかないわ、この打席は。まず12球ピッチャーに投げさせとる時点で、これはもうリードオフとしてかなり仕事をしとる。さあ、ダイソーは出てないな。 サードが、まあ、レンヒーフォールゲー出してもいい気がするけど、いや、これは仕事したわ、マジで。もう、信あ歩きだった。スプリングトレーニングでよく見たあの、死確革新歩きでした。子宮でここまで喜ばれる50億。いやね、年俸関係ないから。8回の4対4の同点先頭バッターが、フォアボール出てたら、それ誰でも喜ぶでしょ。いやー、これは嬉しいわ。マジで嬉しいわ。 いや、初回4点先制されてからの逆転勝利は熱いって。来い。あー、ゲッツはしかも、おーセカンドジャックルうわ、ホームゲッツーかと思ったけど、セカンドが、アライエずが、ジャックルして、レンドンが、しれっとホームイン。皆さん、アンソニー・レンドン、8回勝ち越しのホームベースを踏みました。笑顔ではありませんが。 真剣な表情でベンチに帰ってきた。いや、セカンドゴロでしっかり帰ってきました。あー、レンドン全力疾走。やっぱ手を抜いてないよね、こういうとこでも。ここで手を抜くと、今のジャックルでも帰ってこれてないと、あー、セカンドゴロだから無理だなと。まあ、あそんなプレイクセッションおらんと思うけど、満塁で全力疾走せんやつなんて。バーガー初球を打ち上げて、ショートかレフトか、どっちが取るんだ ショートが構えてレフトも来ている。レフトが取ってース、スリーアウト。よっしゃ。よっしゃ。エステベス、カメハメハ。ライトへ向かって、抱き合った。これで借金完済。レンドンもカメハメハやらんかな。レンドン抜かれない。レン、トラウト抜かれています、今。ハイタッチ。ドルーリーとハイタッチ。レンドンどこ行った <laughs> レンドンもう帰ったんかな、もう。仕事終わったっつって。レンドンマジで映ってないな。あー、ヒーロー、トラウトですね。エリカからインタビューされてます。ちょっと、 何言ってるか全く分からんので、あの、適当に翻訳するわ。いやー、ちょっとね、チームがね、苦しい時にホームラン打ててよかったです。2打席連続で。でね、連動もね、しっかり、あのーね、粘って粘って11球も投げて、あの、フォアボーブルー選んでくれたんで、あの場面はね、絶対に打ってやろうと思ってました。連動はやっぱり素晴らしいプレイヤーだと思いますかいやー、彼はやっぱりね、MLB でもベストのね、プレイヤーの一人だと思うね。 やっぱりね、世の中ベッタリマンなんて言ってますけど、やっぱレンドンとトラウト、俺たちが、彼と俺でエンゼルスを引っ張っていてね、引いてはメジャーリーグを引っ張って,きていけるような、選手になりたいねと。いやー、それはすごいですね。やっぱり、とりあえずこれで借金を完済して、チームは勝率5割からまた1からスタートということですが、どうですか、トラウトさん。いやー、そうだね。これはいいことだねと。レンドンと一緒に頑張るよと。ありがとう。ありがとうございました。以上、トラウトのヒーローインタビューを。 英検級の通訳でお送りしましまたちなみに英検三級3は中学校卒業レベルなんでね、あの、マジであの、単語レベルでしか聞き取れませんでした。いやー、いい試合でした。